よし。何ちゃん、今日は血液検査だよね。かけるクラシック。よいしょ。マイク2、ワン、ワン。マイク2、ワン、ワン。マイク2、ワン、ワン。氷川きよし、ずんどこ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 。でれれれーん。てけ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 、ずんちゃん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 。でれれー、でれれー。通行の刺激バーン。どうも、ポストロール鈴木です。おはようございます。まあ、今のあの僕の青春時代の、すごい、一世風靡して、学校を休んでまで、やりたいゲームということで、一世風靡したドラゴンクエストのポストロールの真似でした。くだらないことを置いといてですね、今日は、何をしてるかっていうと、牛をみんな、まず、うちの母牛たちを捕まえました。で、これ何をするかっていうとですね、血液検査を今日はしてもらうために、母牛を捕まえています。一応ですね、まあ、SNS なんか見られてご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっと今年の繁殖がちょっとなんていうんですかね、うちちょっとうまくいかなくて、まあ、去年の、なんて分娩間隔とか、まあ、340何日とかだったんですよね。まあ、結構いいと思うんですけど、348日だったかな。まあ、結構良かったんですけど、今年もう5ヶ月ぐらいついてない子とかいたりして、まあ、その子、ちょっと今日妊娠鑑定なんですけど、まあ、なんとかついたってことなんですけど、まあ、ちょっとうまくいかなくて、で、まあ、どうしようかな、どうしようかな、つって、獣医の先生に治療を何回もしてもらってですね。で、治療してもホルモン注射とかしても、その反応ないみたいな感じで、もうどうすればいいんだろう、ってなった時に、血液検査してみたらっていう、ちょっと、アドバイスいただきましてですね。で、まあ、血液検査で何をするかっていうと、まあ、簡単に言うと人間もやるじゃないですか。血液検査、なんていうの？コレステロールとか、中性脂肪とか、ビタミンとかやるんですけど、まあ、牛もそんな感じで、大体標準はこのぐらいの数値だよ。けど、あなたの牛はこんなっているよとか、そういうのいろいろ見れるんですよ。ビタミンとか、肝機能とか、まあいろいろ見れるんですけど、それをちょっと前回、1ヶ月半ぐらい前、どぐらい前、1月だっけ年明けだよ、確かね。覚えてない。年、一応1月確かぐらいにやってもらって、その時にまあやっぱり結構あったんですよ。うちの繁殖うまくいってない子は、ちょっとコレステロール値が高いと。まあ簡単に言うとその配合飼料を上げすぎたっていうことだと僕はまあ思ってるんですけど、まあそういうのが結構あってですね、中にはその肝臓のちょっと数値が高くなっちゃってるとか、あとはなんていうんですかね、マグネシウムが異様に低いとかですね。まあ一応このビタミン剤とかをきちんと上げてたんですけど、それでもやっぱそういう風になってしまったっていうことで、まあ1ヶ月間ちょっと改善メニューみたいな感じでやってたんですよね。で、1ヶ月したんで、それがどういう風に変化したのかということで、今日は血液検査をしてもらうために準備をしております。まあね、どうなるんだろうな、ちょっとわかんないけど、できれば改善しててほしいなっていうか、まあ改善してるとは思うんですよね。してるとは思う。なぜなら、繁殖苦戦してると言いながら、それを変えた後、バンバン発情が来て、バンバン種付けうまくいったんですよ。だから、きっと改善してるはずなんですよね。ただ、それを一応確認するために、血液検査をするということになってます。じゃあ、そんな感じで、これから先生は待ってる間、待つんで、僕は氷川きよしのずんどこ節でも練習しとこうか。ずんどこ、ずんどこ、ずんどこ、ずんどこ。てれーん、てーん、てれーん。どうも、ボストロール鈴木です。血液検査のお話なんですけど、あれからトロルも僕も進化してボストロールになってっていう、まあ、前回もボストロールだったんで、とりあえずもう今の話はなかったことにしてなんですけど、まあ、血液検査の結果がどうだったかっていう話なんですよね。まず一応その使用管理を変えてから、前回の血液検査からっていうことで使用管理を変えて、結論から言うと全頭受胎したんですよ。イエーイ！痛恨の一撃。全頭受胎したんです。前頭自体して、この子、今ちょっと、ちょっとうんちついてる、うんちとうんこの違いみたいな話もあるんですけど、うんこがついてる、この水木も受胎したんですよね。で、やっぱりすごい基本って大事だな、みたいなところもあったりとか、まあいろいろあったんですけど、で、2回目の血液検査が帰ってきたんですよ。で、帰ってきて確かに改善はしてたんですけど、まあ、
ちょっと3頭、まあ、水木はとりあえず、もう結構いい感じの状態には戻ってるんですけど、他の子たちでちょっと肝臓の数値が高いかな、みたいな子たちがいたりしてですね、またその子たちに関しては、まあ、ちょっとケアをしていかなきゃいけないな、ってことで、まあ、これからちょっと部屋移動したりとか、まあ、どういうものを与えるかっていうのをやっていこうと思うんですけど、まあ、血液検査をやって、ちょっとなんかすごい、埃かなんか。いろいろちょっと背景がうるさくなってきてるけど、まあ、血液検査をやって、まあ、感想っていうか、僕初めて血液検査やったんですよね。で、まあ、1回目と2回目で、1ヶ月ぐらいの開きがあったのかな。で、ちょっと思ったんですけど、ほとんど変わってないっていうふうに、やっぱりその、まあ、変わってないところが多いんですけど、やっぱり1ヶ月でも結構変わってる部分とかあったりとか、あとはやっぱり、血液検査をすることで何が足りてないとか、何が足りすぎてるとか、まあ、そういったものも結構いろいろ分かったんで、やっぱり、なんて言うんだろう、なんか悩んだ時に検査するっていうのは結構ありなのかなっていうふうにちょっと僕は思いました。で、まあ今回学んだことのもう一つは、まあ検査した方がいいってこともそうだし、あとはやっぱりその、なんて言うのかな、まあなんとなくこういうふうにやってたみたいなところが、まあ数字で見ることによって、あ、なんとなくこうじゃなくてやっぱりこうじゃなきゃダメだなとか、まあ教科書通りでやった方がいいみたいな部分もあったりしたんで、まあそこのところはすごい勉強になったなと思ってます。まあ、何よりもね、やっぱ前頭を受胎したっていう状態が、まあ、本当に、まあ我々としては嬉しいですよね。まあ正直、どう、ゆかさんだって。いや、よかったよね。まあ、ぶっちゃけその、受胎してない時って、牛飼いからすると、餌、赤字っていうかもうずっとケーキ垂れ流して、見て、これ見てこの人たち。人たち、この牛たち見てくださいよ、皆さん。すっげえ食うんですよ。すごい食べるし、これ餌減らしたりしたらもう受胎もしないしみたいな形で、もうとにかく餌を食べさせ続けないとこの子たちはその機能しなくなってしまうんで、だいたいどのぐらい食うかっていうと、まあ受胎しなかったら1ヶ月いくらだっけ ?3 万だっけ ?2 万か。2、3万。まあ餌代だけで2万ぐらい。ね。で、電気代とかなんちゃらとか行くと、まあこれからもう結構増えてくんで、まあ正直この子たちが受胎してない状態っていうのはもう本当もう1日、月2万ってことは1日いくらだ ?700 円ぐらい。1日700円ぐらい超えてバーって700円、700円、700円、700円食べさせてる状態なんで、まあ本当気が気じゃないですよね。まあけど今回全部辞退してよかったです。じゃあ、僕はちょっとボストロールなんで、ちょっと今回辞退したお祝いで、またちょっと天文館に、出発